見てくれ、このアーティファクト、合計で今9つあります。つまり残すところアーティファクト1つとなりました。ってことで今日はね、ついに最後の洞窟攻略して最後のアーティファクトを揃えていきたいと思います。だからね、今回が最終回1つ前だねで、今回挑む洞窟なんだけど、なんかどうやらね、ボスがロケランかギガノトサウルス必要みたい。なので以前ね、カマキリでテイムしたこの虫に敗北ザウルスと、でクレート周回で手に入れたこの名工ギガノトサウルスのサドルを使って攻略していきたいと思います。ではね、さっさと行ってサクッと回収していきますか。さあ、だいたいここら辺だったかな。あーったあったあった、ここだね、ここここ。なんだこの白黒っぽくなってるんだけど。ここ洞窟だよね。あ、そうだね、洞窟だね。最後の洞窟だね。まあ、やってこっか。ティラコレオギガノとティラノサウルス。まあ、さすがにこんだけ戦力あって、ロケラン持ってきてるから負けることはないと思います。なにこれ、虫系の洞窟？めちゃくちゃ雲の糸張ってるんだけど。いやー、でもこれ至る所に雲の糸張ってて、同じような景色になりがちだから、迷わないようにだけ気をつけたいね。おい、絶対こっちだろ。ほら、めちゃくちゃ雲の巣も張ってる。おいおいおい、来たぜ。絶対こっちだわ。いや、怖えから一回単身で行ってくるか。俺の勘が危険信号をビリビリに伝えてる。あ、出た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 。ほら、ボスイズアベイラブルってなってる。今頭上にボスイズアベイラブルってなってたよね。あれはボスがいますよってことだと思います。クソ雑でごめんねオッケー、ギガノトで踏み荒らしやんよ。ここの近くにボスがいるので間違いないんだけど、ボスにたどり着くまでの道がわかんねえ。ギガノトサウルスで八つ咲きにしてやりたいんだけど、肝心のボスがいない。もしかしてここか。うわ、絶対ここだ。くっそ狭い光が見える。さあ、こっからより慎重に行くよ。ほら、階段もある。あまりにも整いすぎてる。どんどん下に下に行かされてるね。階段がある。やばっ、やばい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 、溶岩があるわ。おい、マジかよ。あ、あぶねえ。溶岩基本的に落ちたら即死だからね。マリオと一緒。おい、待て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 、ガチすぎんか。めちゃくちゃ溶岩あるわ。くっそ怖いんだけど。え、どうしようこれ。ティラコレオでも下手したら死ぬぞ。うわ、グラップリングガン持ってきてやった方がいいかな。基本的にロスト回収できないからね、溶岩に落ちたら。え、クソ怖いんだけど。いや、もしかしたらね、俺の動画参考にしてる人はなかなかいないと思うけど、これはサバイバーでグラップリングガン使った方が楽だわ。よし、オッケー。お、で、いっぱい赤クレートあるな。いや、でもそうだったよな、前回も。雪山の洞窟でも、だんだんね、自分の行く道に赤クレートが増えてって、で、3つ赤クレートがある部屋にボスがいたから。おお、めっちゃ色拾ったわ。多分試練の洞窟の赤クレートはね、罠みたいなやつだから、赤クレートは赤クレートでもカスみたいなやつしかないんだよ。これありがて。マジで俺のびの心臓だから、暗いところってだけでも無理なんだよね、ゲームでも。普通に心臓に悪いや。おで、普通に恐竜いるな。この試練の洞窟と違ってレベル限界突破してるやつはいないかな。レベル300、化け物すぎ。メガテリウムでも連れてくればよかったかな。ティラコレはアホみたいに削られてな。お、あれで普通にアーティファクトあるじゃん。あれ、ボス攻略しないとアーティファクトもらえないって聞いたんだけど。カリウドのアーティファクト、
アイランドっていうか、アーグミンが一番最初におそらくゲットする最も難易度の低いダンジョンにあるアーティファクトだね。なかなかやばいところに置いてあったけど。いや、ボスがいるって聞いたんだけどね。このまま帰れそうだね。あ、あれかな？もしかしたらボス溶岩とかに落ちて死んだのかもね。やーべ、これどうしよっか。めちゃくちゃ変な感じで着地しちゃった。いや、いっそのことを向こうに飛ぶか。ふぅ、良い子のみんなはちゃんとグラップリングガンを用意して攻略しよう。よーし、戻ってきました。ちょっと日をまたいで撮影しております。ってな感じでね、だいぶ声の調子が変わってると思うけど、そこはお気になさらずっちゅうことで。よーし、旧拠点の方でいっぱいクロスボウとか作ってきたんで大丈夫だと思います。じゃあ早速ね、死体回収していきましょう。オッケーオッケー。あー、あれだね、あれ。うわ、回収できるかな。死体に直接ね、グラップリングフックを刺さないといけないんだよ。とりあえず近くに寄ってみようか。で、直接死体に。オッケー！一発うますぎる！え、めちゃくちゃうまくない？今の。これめちゃくちゃうまいね。死体の光に釣られて、だいたいここら辺にあるなってのは分かったやけど、それでも一発で死体をさ、やれさせるのはさすがに、これはさすがにアーク1300時間の経験が出たと言わざるを得ないね。でも結局何だったんだろうね。ずっとボスイズアベイラブルって。なんならここまで来る時にもね、道中で、たまになってたんだよ。ボス自体はね、やっぱり溶岩に落ちて死んじゃったとかじゃなくて、しっかりといると思うんだけど、結局会うことなかったよね。まあ一度この洞窟出たら、もう多分来ることもないんでね。調べちゃおっか。どうやら俺がさっきね、カリウドのアーティファクトを回収した部屋の、どこかをぶち破ると、いけるらしいです。んで、そうだね。人で来ると、めちゃくちゃ楽だね、ここ、逆に。なんなら、これ多少のアスレチック要求されるけど、ミスったら、ほいよ。グラップリングフック使えばいいだけだし。第一こんな簡単なのミスんないしね。よいしょ。試練の洞窟のアスレチックの方が、数倍難しかったね。よいしょ。で、ここのどこかにボス部屋に続くところがあるらしいです。あそこだ。あそこの水晶を掘っていくと道がつながってるらしいです。あ、ほらほらほら、ボスイズアベイラブルってなったでしょ。で、ここを掘っていくとボスがいるらしいんだけど、あ、ほら、通路になってるね。で、このボスがロケランかギガノトが必須らしい。人 is disturbing the ラバゴーレム。ラバゴーレムを起こしています。だって人が俺のことか来るってことだよね。じゃあ、え、なんか埋まったんだけど、シールド出すの早くないっすか。ねえ、シールド出すの早すぎて向こう側行けないんだけど。はい、ってことで読み込み直してきました。これなら大丈夫だろう。うわ、これあれだな。ゼルダの伝説の風のタクトの竜の島のボスみたいなフィールドだな。中心から出てくるんじゃないの？ラバゴーレムザウルスが。ちょっとまあ、え？やべ。あっぶれ！不意打ち食らって死ぬところだった。あっぶれ、急に出てきやがった。ラバゴーレム。あ、めっちゃロックエレメンタルじゃん。ラバエレメンタルみたいな。え、確かにこれはギガノとか、ロケランじゃないとダメージ取らんわ。え、怖すぎだけどかっこよすぎ。ほら、この野郎。オッケーオッケー、ギガノとの耐久なら問題ないな。痛すぎ。炎上してるわ。ちょっと待って。もう二手から攻めよう、こいつ。いけ！俺もロケランで応戦するぜ。いけいけ、ギガノト。オッケーオッケー、神神しろ。あいつがあいつにタゲ取らせて、俺は、俺でロケラン打って応戦しよう。炎上してるんだよな。炎上って割合で体力削ってくるからさ、体力1万7000ある。ギガノトでもだいぶ危ないぞ。
で、あいつが投げてくる岩は怖いから、俺も距離を取りつつだね。いいね。あ、待って、ギガの塔、そうだ。あ、やべえ、やらかした。俺バカじゃん。あ、やべ。あ、助けて。あ、終わったこれ。おい、ギガの塔と二手に分かれて攻撃したらそれギガの塔死ぬだろ。だって溶岩に落ちるもん。あ、バカすぎ。完全に失念してました。いや、てかダメだね。ロックエレメンタルってさ、体力によってどんぐらい死にかけか分かりやすいじゃん。全くもってピンピンしてたもんね。いやー、どっちにしろね、炎上で割合で体力削れてくから、今のギガノトサウルスじゃ到底あのラバエレメンタル、ラバゴーレムには勝てなかったね。まあやっぱりあいつね、すんごい隠されたところにいたし、ドラクエ5で言うんならエスターク的な立ち位置のモンスターだと思うわ。まあ一応ここのワールドは残しておくんで、機会があったらその時やりましょうか。オッケーオッケー。じゃあ全てのアーティファクトが揃ったので、一度オベリスクによって次回やることを整理させていただきましょう。よーし、見てくれ。オッケー。これでついに全てのアーティファクトが揃いました。いや、壮観だね。俺も初めてアーティファクト台座なんて作ったんだけど、めちゃくちゃ綺麗でしょ。いやー、もう洞窟攻略関連だけで5、60時間使ったんじゃないかな。で、こんなに集めたアーティファクト、あんたさん一体これを何に使うぞとや、一体これを何のために集めましたのかと、そういうお話よね。なんと恐ろしいことに、このアーティファクト、アークの中で非常に重要なアイテムであり、なおかつ消耗品です。前回の動画の終わり際にちらっと話したけどね、ここのマップのアーティファクトを集めるのが非常に大変ということで、一度きりのこのアーティファクトを使って一度きりの挑戦しようと思っていました。まあパート15、6あたりにも一度ねちらっと触れてるんだけど、ちょっと今一度ね改めて説明させていただきます。ボス戦ができます、これで。多分全部揃ってるよな。え？俺、アーティファクトどっか一つ取り逃してる？え、待って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 。これはさすがに調べるか。なるほど。これはちょっとさすがに調べないと不可能だったね。深海の 47.4、2.3 の座標にポツンと置いてあるらしいです。OK、ではそうしましたらね、一度暴食のアーティファクト取りに行って、またオベリスクに戻ってきましょう。おー、めちゃくちゃえぐい開口だな。なかなかアークでも稀に、なかなかアークでも例を見ない深さじゃない、この深さは。とんでもなく深いな、ここのマップ。うわ、ダイオウイカ来た。おい、ダイオウイカいるのかよ。よかった、バシロできて。ちょ、こいつね、今回はお世話になることなかったっていうか、俺も1300時間やってきて1回もデイムしたことないんだけど、つかみ攻撃をしてくるんだよ。で、そのつかみ攻撃を無効化できるのがバシロサウルスなんだよね。電撃無効に、厚さ無効に、しかもつかみ攻撃も無効化する。多分これがね、ビクチオリニクスとかで来たんなら、もう秒で殺されてると思います。待って待って待って、とんでもない量のダイオウイカが俺に絡んできてないか。やばすぎ。うん、ダイオウイカ3体いない。ね、やばすぎない？ちょっと一回逃げます。しかもこいつらめちゃくちゃ泳ぎ早いな。え、これ待って、このバシロサウルス死なれたらまだ困るよ。よーし、おそらく真上まで来ました。まあ体力もだいぶ回復したね。バシロサウルスで行けば余裕だろって思ったんですけど、思ったより化け物多くて困惑しております。深海で探索するのは危険みたいなんで、真上に移動して OK、 真下にあとは加工するだけなんで、あとはパパッと取ってパパッと逃げましょう。あったた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 、ちょっと光見えるね。いや、違う。やってるか？いや、そうだよな。オッケー、これだね、暴食のアーティファクト。で、周りの安全確認、やっべ。めちゃくちゃまた寄ってきたんだけど。やばくないこれ。え、やばい、死ぬ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 。一気に2000削られた。え、化け物すぎ？うわ、なるほどね。アーティファクトをそう簡単に取らせるわけがないぞと。おーい。いや、そうだよな。このダイオウイカザウルスね、実は結構なレア生物でね、わざわざこいつを探してたりもしたんだけど、こんな見てるのおかしいもん。
そういうことなんでしょう。願い叶えてドラゴンボールみたいに持参してったわ。ちょっと作戦切り替えよう。もうアーティファクトだけ取って退場しよう。よし。あー使われた。くっそいや強すぎだろ。ツソテウティス、やばすぎるんだけど。まあでも何回かトライアンドエラーすればできないことはない感じだったね。オッケーオッケー。じゃあそうしましたら、ケッツァルコトルを置いて、寝袋その上に置いて、何回もトライアンドエラーしよっか。よーし、ここだね、試しました。ちょっとは、録画忘れてて、録画外で一回とつっちゃったんだけど、ここの真下に俺のインベントリがあります。なんでこんな感じでね、ケッツァルの背中の上に、寝袋を置いて、これで突ってこようと思います。じゃあ、行ってきまーす。んで、すぐね、またダイオウイカが来ると思うんで、まずはバシロサウルスを寄せるところから始めてました。でも、なんならすでにね、襲われてるんで、すぐ回収してあげないと死んじゃうね、バシロサウルス。ほら、こっちだよ。おいで。オッケーオッケー。感づいてくれたな。感づいてくれたのはいいんだけど、なんかやばいやつまで来てない？浅いところまで来れば追ってこれないから大丈夫。オッケー、引き返してくれたね。怖すぎ。うわ、でやばすぎ。バシロ死にかけじゃないか、ガチで。体力5000まで削られてら。あいつらシンプルに化け物すぎるんだよな。まあでもしかしね、今みたいなトライアンドエラーを何回も何回もやれば、いつかはね、インベントリからロストとアーティファクト回収できると思うんで、こんな感じでやっておこうと思います。なんか強えなと思ったら、レベル145じゃねえか。そりゃ秒で殺されるわけだ。いや、ちょっとレベル145ともなるともったいない気もするけどね。お、逃げてくれるならそれが一番いいや。さあ、今度は周り大丈夫だな。オッケーオッケーオッケー。そしたら、バシロ置いて、無抵抗にして、インベントリ開いて全部取る。で、乗って、オッケー！よーし、なんとかロスト回収できたね。これで全部のアーティファクトが今度こそ揃った。最後ね、消化試合かと思いきや、だいぶ歯応えのあるアーティファクトだったね。あ、これでアーティファクトが全て揃って、ほら、ボスへのポータル開けるようになりました。これでボス戦しに行けるんだよね。まあ他にもベータとアルファあって、まあここら辺の貢ぎ物集められないことはないんだけど、ちょっとね、試練の洞窟を複数回クリアするのがあまりにも苦行すぎるんで、今回はガンマだけでいいかなって思ってました。ついにボス戦行く準備もできたね。ということでね、今日は最後の洞窟を攻略して、ついでに深海に行き、暴食のアーティファクトを回収して、ボスに行く準備がいよいよ整いました。ということで、今日の動画はここまでになります。よかったら、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。ということで、次回は勝つぞー！